皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、本日のテーマは特撮です。ご紹介するキャラクターはゴジラおよび東方特撮シリーズということになりますね。はい、そしてご紹介する品物はこちらということで、ね、もう現在恒例になっておりますけども、2002年に、オリオン株式会社さんより発売されましたココアシガレットゴジラ大怪獣百科に、もしくは2ですかね、全160種のカードのご紹介ということになるわけですけども、こちらのですね、まあ、2002年もね、まあ、ここは空切れてますけども、このシリーズの動画投稿のシリーズのですね、初回としてここのまず封を切りまして、で中に20個、まあ、言えば小箱が入ってるわけですね。そちらも当然未開封ですので、そちらを順に開封してってると。で、今日で、12箱目の開封ということになります。はい、ではね、いきたいと思います。ですね、ちゃんと並んでるかな。はい、こんな感じですね。ですね、この左手前から順に、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、そして今前にずれてますけども、この右手前が今度11箱目だったんですね。で、今回がこちら12箱目の開封ということでいきたいと思います。はい、ということですね。まあ、さすがにですね、ここに、賞味期限とありますけども、ココアシガレットはね、さすがの賞味であってもですね、もう20年ともなると消費期限は切れてると思いますので、食べることはね、残念ながら控えますけども、ココアシガレットは今でもね、販売されてますよね。はい。まあ、ちょっとこう、子供が大人ぶるみたいなね、非常に楽しいお菓子ですけどね。はい、パッケージはこんな感じ。まあ、上下になってるんですよね。はい。で、上の箱にカードが2枚、下にココアシガレットが入ってますということですね。はい、こんな感じですね。では、開けたいと思います。ね、シールがあるんでね。まあ、ね、もう本当にこの未開封を開ける醍醐味っていうのは、まあ、こういうとこですよね。20年前ですよ。ね、キル登場20周年という、理屈になるんですよね。本当にかっこいいですね。もキリュウは大好きです。で、下にね、こう入ってて、どんなようなものですよという紹介があると。で、まあ、160ってかなりの数なわけですけども、とにかくこのシリーズの魅力というのは、なかなかその注目されにくいことに、注目していると。例えば、それがキャラクターであったり、兵器であったりね、それが魅力なんですね。で、あとこの、大怪獣百科2はですね、ちょうどその公開の、ゴジラ対、メカゴジラ、まあ、キリュウですよね。キリュウ決戦カードというのが入った特別版という段になっているということですね。はい。ではね、いきたいと思います。開けますね。よし、開けましたね。でですね、カードが2枚なんですけども、写真のある方がいいですよね、面がね。こっちかな。あ、これ違いますね。これ文字の方なんで、こう逆さまにしていきたいと思います。では、12箱目の1枚目ですね。いきますね。せーの、ドン。お、バラン。バラ神様ですね。なんですけど、こちらは、いえば初代じゃないですね。1968ということなんで、怪獣送信劇に登場したバランということですね。はい。最近ですよね、ムービーモンスターシリーズで、まあ、ゴジラストア限定というところはなんとももどかしいわけですけども、出ましたよね。バランに注目が集まるのはすごく嬉しいですけどね。で、こうね、ムササビ状に、まあ、飛べるわけですね。空をね、陸海空と行けるっていうね。でもこの怪獣送信劇ではね、なんとも悲しい出番でしたね。はい、では行きたいと思います。33番大怪獣バランですね。怪獣送信劇1968、学名バラのポーダ、北上川上流地域に生息してた頃は、バラタギ三人ですかね、として崇められていた。
現代は怪獣ランドで飼育されている。体の側面に薄い膜があり、これを利用してムササビのように空を飛ぶことができる。地球征服を企むキラーク星人によって怪獣ランドから連れ去られたが、後に富士の怪獣連合軍に駆けつけた。駆けつけたまでは良かったんですけどね、後方を飛ぶがのみというね、悲しすぎましたね。これちょっと何かなかったんですかね、というね、ちょっとバランは悲しい思い出がそういう意味ではあるんですけどね。かっこいいキャラクターですけどね。まあ映画自体が、初代はモノクロだったので、やっぱりこうまだゴジラの逆襲、その流れを組むようなね、時代の雰囲気をすごく感じられる作品だったんで、ある意味こう映像上の怖さとかもありましたよね。まあ、その頃ってゴジラの逆襲、バラン、あと獣人雪男ぐらいですか、モノクロでっていうのはね。まあ、その一作だったかなと思うんですけどね。はい、1枚目はバラン1968でした。はい、では行きたいと思います。さあもう1枚はということなんですけど、まあ別にガランじゃないですね、バランに関係したカードが対になってるというわけでもないので、期待はまたしていきたいと思いますけどね。じゃあ行きます。2枚目、せーの、ドン。おっ、あ、はいはいはい、ゴジラ2002ということで、まあ、今回の気流戦に登場したゴジラですね。どこのシーンか、多分登場シーンですかね。八代亜紀と初激突したというシーンじゃないですかね、雨天の中のじゃないのかな。あ、でも背景が特にないんでそうかなと思ったんですけどね。はい、見てみましょうかね。どんどん、はい、101番怪獣王ゴジラ、ゴジラ対メカゴジラ2002ですね。1954年、東京を襲撃したゴジラと同種の2頭目のゴジラですね。1954年以降、生態系を崩した日本に幾度となく来襲した巨大生物の中では最大にして最強の怪獣であり、その口から吐く熱線は無敵の威力を誇る。1頭目のゴジラの DNA から作り出された、これなんて言うんですかね、特性自衛隊の気流と激しい戦いを繰り広げたですね。その、そっか、このゴジラ対メカゴジラに登場したゴジラ、まあ言えばこの歴史上での流れでいくと、もう54年のゴジラがまず1頭いて、その後、まあ、ゴジラの逆襲から面々とこう、続いたあのゴジラは基本的にいない話になってたんでしたっけ。で、これが2頭目だったっていうことですね。ね、まあね、まあゴジラという存在っていうのはやっぱりこう人間への戒めの存在なんだろうなっていうところは改めてやっぱり強く感じるゴジラだったかなと思うし、ものすごくこう、ファイナルウォーズのゴジラもかなりスタイリッシュですけど、このゴジラもね、スタイリッシュですよね。結構ね、胸筋の感じと、胸筋を覆うような、こう、なんていうのかな、この、鎧のこの垂れ下がったような、なんて言ったらいいのかな。で、まあ、こうね、続く東京 SOS では、ね、もうこのゴジラらしい特徴が残ることになりますしね。どのシーンという解説はないのであれですけどね。はい、ということで、こんな感じですかね。はい、まあだからこれね、特段関係のないカードでしたよね。はい、これでまあ一応12箱は目が終わりましてね、次回13箱目の開封と。でも私のチャンネルは映画と特撮を2本立てですので、次回はおそらく映画の投稿になるかなと思うんですけどね。次回というのはつまり明日という意味なんですけど、毎日投稿しておりますので、はい、編集なし台本なしの一発収録ですので、そして毎日投稿ということでしております。はい、というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録、
継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。あとショート動画ですね。こういった、特撮のカード、フィギュア、ソフビ、ミニソフビ、指人形、そして映画のチラシ、パンフレット等をご紹介しております。よろしければそちらもご覧になってください。はい。動画気に入られました際にはね、チャンネル登録、高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。